溢れたかけらをそっとポケットに常習なんだ。笑顔の裏、君の涙の跡、きらめく未来へ連れ出すその手は常習なんだ。心からの笑顔へ、浮かぶのはかつて見た虹の夢。宿る痛い手な瞳、目に愛だけ抱き出せると誓ってぬる定めの鎖、いつか振り切って避ける己の道を無限の可能性、上等大は毒なんだ。公安部の友人にもらってきた情報だ。陽町と龍馬には会ったことあったけど、他にこんなにいたのね。穂波さん、本庁の捜査課長に東堂って人いた。うんうん、新しい課長は小暮って人だよ。小暮なんて人は本庁にない。それと東堂課長は遺体で発見された。え、バニッシュの幹部か。私は百鬼教授風戸隆、よくも戦闘機銃鬼真っ赤チンを倒して邪魔してくれたわね。そうか、この間の化け物は貴様の手先だったんだな。邪魔したのはそっちだろ。いいえ、お前よ風戸隆、あと一歩で暗殺できたものを、こうなればこの場でお前を倒してやるわ。おっと、やめておけ百鬼教授。改造人間の俺にあんたがかなうわけないだろう。ご老体なんだ、やめておけ。やってみなきゃわからないでしょ。逃げるの卑怯よ。ネメシスか。風戸隆、今頃百鬼のやつはお前が逃げたと思ってるだろうな。俺はフェミニストなんだ。せっかく名馬の女性と戦えるチャンスだったのに、よくも邪魔してくれたな。貴様を倒すのはこの俺だ。他のやつに取られてたまるか。戦う前に良いことを教えてやろう。良いことだって？お前から良いこととなると期待していいんだな。大いに期待しろ。貴様が救った捜査課長はバニッシュの幹部プロフェッサー・ゲイトだ。何？嘘ではないな。嘘なものか。百鬼はゲイトを殺そうとしていたのだ。それを貴様が遮ったというわけだ。皮肉だな。そうか、知っていれば放っておいたのにな。さて今度は俺からの提案だ。貴様と真剣勝負をしたい。受けてもらえるかな。もちろんだ、勝負受けるぞ。さすがだ風戸隆、明日午前6時この場所だ。では待っているぞ。ネメシス消える。ネメシスのやつ早起きだな。寝坊しないようにしないと。私の妖術バリアがなければ今頃爆風に巻き込まれて死んでいたわ。ほざいてんじゃないわよ愚か者。大体私に仕掛けといて、なんであんたまで爆発に。待てよ、そうよ、なんであんたが爆発食らってんの。仕掛けたのはあんたでしょ。待ちなさいって。私たちお互いに爆弾を仕掛け合ったことにならない。そうね、なんでこんなことになったの。思い出してみりゃわかんでしょ愚か者。話を持ちかけてきたやつが犯人よ。知らぬいっしょアジなこと。なるほどね、私たち2人を一気に消そうってわけねえ陽ちゃん、もう恨みっこなしにして手組まない。今度は信じていいの？それはあんたの勝手だけど、ここで恨み合ってるとまた知らぬいに狙われるわよ。分かった。じゃあやられる前にやってやりましょう。むしゃ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 。ねえクロッペ、女子は？お前はなんだ？これはオーシャンじゃないか。忘れるダメだに決まる。それで女子は？女子はいない。さっきまでいた。オーシャン、女子はもうねんねだ。もう寝たの？まだ8時だよ。明日早いから早くねんねして早くおっきする言ってたぞ。もしかしたら朝からおいしいものを食べに行くのかもしれない。汚いやつだ。それなら力丸もねんねするぞ。ネメシー、寝坊しなかったようだな風戸隆。お前もな。俺は気を使って10分前に来たのに、お前は時間通りか。遅刻はしておらん。さあ勝負だ風戸隆。超損。ゲイト、じゃああんたは知ってたの？ああ、昨日ネメシスが風戸隆と会話しているところを見ているからな。それなのに見物もしない気？ネメシスがジョシュナンダーを倒したらリーダーの座をかけた戦いはどうなるのよ。知らぬいしては焦ることはないよ。ゲイト、当然何か手を打ってあるんでしょうね。俺が何もしないはずないだろう。戦闘職人佃忍者に2人の戦いの行方を見張らせている。噂をすれば影だな。2人の戦いが始まったらしい。高みの見物と行こうじゃないか。お前たちどうしたの？知らぬい市長、まるで幽霊でも見てるかのような顔してるけど。私たちが来るのは何か不都合？別に。何かあったの？吉田だ、来い。何者だ？邪魔をするやつは。ネメシス、想像がつくだろう。しまった、エネルギーが吸い取られる。しまった。俺たちの邪魔するやつはバニッシュの幹部に決まってるだろう。風戸隆並びにネメシス、ブザマだな。貴様、プロフェッサーゲイト。戦闘職神佃忍者の鎖鎌は改造人間の貴様でも引きちぎることはできん。佃忍者トンツクトン、トンツクトン、トンツクトン、クラッピービーム。きたー、トントン、よし、カブ太郎バズーカー。クロッペじゃん。クロッペ切りもみアタック。ドアー、ウィ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 。超そう。力丸は力マッチョになった。力マッチョ特攻ミサイル発射。ズンチョンギース。力マッチョ全然当たらない、弱いぞ。プープーチだ。風と高し勝負を預けた。ネメシス消える。兄貴、あとはあの化け物だけだ。超ソース。超ソー女子ランダー。行くぞ。雨晴れから晴れし雨晴れとだんだん。心を高空へ歩き進め。誰もが触れずに引き返してきた絆が。小僧寿司ちあ、間違えた。佃ち光の若くて昼はめきたけど客はそれ「女子ランダー55860の技の一つライディングロッド」。どうだ、人工的に稲妻を作り出して貴様に味わわせてやったんだ。高めだ。電光プラズマキック。結局あのよそ者の化け物はジョシュナンダーが倒したか、クロッペが倒したかったぞ。クロッペ、ジョシュナンダーは強い。だから譲ってやろう。力丸はもっと強い。だから今度は力丸が倒してやるぞ。そしてネメシスは逃げた。悪い子だ。大変だ。バニッシュではリュウマとヨウチョウが結託して作戦を立てている。その頃チョンギース団のカブ太郎は荒らしい兵器セブンリアクターをこしらえてオーシャンに渡していた。こんなの役に立つのか。襲いかかる金泥棒の金キラリン5305。次回超常ジョシュナンダー。復讐は金の輝き。みんな見ないとダメだ。ジョシュナンダーを倒して知らぬ余命使いにしてやるなど。召使い